田中慶修は日本の政治家、衆議院議員、法務大臣、衆議院労働委員長、内閣委員長、経済産業委員長、国家基本政策委員長、民主党副代表、民社協会会長等を歴任。政治活動では田中慶修の表記も用いており、野田第三次改造内閣にて入閣した際は、官報には本名の 田中慶衆及び政治活動時の名義である田中慶衆が平記された。福島県二葉郡の江町を生まれ、1961年、東海大学工学部卒業後、小糸工業に入社する。労働組合活動に参加し、全金同盟小糸工業支部委員長や、初期長、横浜地区同盟副議長を務めた。 1971年、神奈川県議会議員選挙に出馬し、初当選。神奈川県議を3期12年務めた後、1983年の第37回衆議院議員総選挙に民社党公認で旧神奈川4区から出馬し、当選。1986年の第38回衆議院議員総選挙でも再選するが、 1990年の第39回衆議院議員総選挙では、リクルート事件への関与が取り沙汰され、落選。1993年の第40回衆議院議員総選挙に再起を期して、出馬するが、新党ブームの煽りを受けて、新党先駆け、新政党の候補者が高い得票数で当選する一方、民社党公認の田中は非自民でありながら、再び落選した。 神奈川四区では第39回衆議院議員総選挙以降は日本社会党が大井出春に加え池田元久を擁立したため民社党の田中は苦戦を強いられ2度にわたる落選を経験した1994年民社党の回答により新進党の結成に参加1996年の第41回衆議院議員総選挙では 小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、神奈川5区から出馬し、6年ぶりに帰り咲きを果たした。1997年、新新党会党に伴い翌年の新党友愛決闘に参加。1998年、民主党に合流する。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、自由民主党の境学に敗れ、比例復活もならず落選した。 2009年の第45回衆議院議員総選挙では、神奈川国で、堺に比例復活すら許さぬ大差で6期目の当選を果たす。同年、衆議院内閣委員長に就任。2010年、衆議院経済産業委員長に就任。2011年の民主党代表選挙において、田中自身は、前原政治への支持を示唆するも、田中が所属する川端グループ内では、 支持候補を一本化できなかったため、自主投票を決定した。9月、民主党副代表、衆議院国家基本政策委員長に就任。2012年10月、野田第三次改造内閣で法務大臣及び、北朝鮮による拉致問題の早期解決を図るため企画立案及び、行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣に任命され、 初入閣を果たしたが、大臣就任直後に複数の不祥事が発覚し、就任からわずか3週間で体調不良を理由に法務大臣、拉致問題担当大臣を辞任した。報奨ポストは国家公安委員会委員長の小平忠正が臨時代理を務めた後、田中の前任者である滝見のるが再び起用され、拉致問題担当大臣は、 内閣官房長官の藤村治が兼任した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、神奈川国で自民党現職の酒井学みんなの党、日本維新の会の新人候補の後人を排する、得票数4位で惨敗し、比例復活もならず落選した。2014年4月、朝日、重光明を受賞。同年5月、 政界を引退する意向を表明した。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、長女の後藤田弥生が、自身の選挙区と同じ神奈川5区から無所属で、出馬したが落選した。2016年、第24回参議院議員通常選挙に、神奈川県選挙区から出馬する、民進党の金子洋一の選挙対策本部長に、就任した。 これは普通は現職の国会議員がつくことが多く、党内の旧民主党グループの連帯を疑問視する見方もある。ありがとうございます。